はい、皆さんのお天ともです。有志エンゲージの実況となります。今回こちらのバトルラッシュイベントで手に入れることのできる M0172 黒い3連星専用高機動型ザク2オルテガ機、こちらをチェックして、で解説していきたいと思います。 SR の機体の解説はねちょっと初めてなので、比較対象もねちょっとわかんないんですよね。まあ、とりあえずねこいつがどんな感じなのかってだけでもね見ていけたらなと。はい、というわけで緑属性の強襲機ということで、攻撃型、まあ、オルテガっぽいですね。うん、でなるほど、黒いザク、まあ、黒と紫、まあ、ドム的な、うん、本当にドム的な色味ですね。はい、で斧がでかい、バトルアックス斧がでかいですね。はい、で適正地上丸、宇宙丸、水中バツと、まあ、水中バツですけどもいい適性を持っております。はい、で戦力23284、攻撃力3717、HP 3749、防御力3112。まあね、SR ということで、これがどれぐらいの基準なのかまだね、そう、SR 機体解説、ほんと全然やってないので、UR は、UR だったらね、パッと出てくるんですけども、UR と比べてもね、しょうがないので、はい。で、実弾上昇1451、ビーム上昇1263と、実弾特化の機体となっております。実弾軽減946、ビーム軽減697。まあ、低いんでしょうね。ビーム軽減特に低いですね。はい、クリティカル値334、クリティカル上昇755。クリティカル値も低いですよね。で、クリティカル上昇は高い部類になるんじゃないかな、SR 機体だと。はい。というわけで、まあ、攻撃力も SR 機体だと高い感じなのかな、3700は。で、EX スキル、ジャイアント、ヒートホーク。なるほど、バトルアックスでなくてヒートホークね。はい、ジャイアント。一番 HP が少ない敵一気に攻撃力の 435% ダメージ。一番 HP が少ない敵、まあ、ザコ狩りですね。まあ、オルテガらしいというか、ね、まあ、オルテガの印象そんな感じなんですけど。ということで、まあ、同じような強襲機とか、あとは、狙撃、砲撃タイプの機体を狙っていくことになるんですかね。で、自身に20秒間実弾ダメージ 40% 上昇。なるほど、必殺を打つたびに、ね、実弾のダメージバフが 40% かかっていくと。まあ、とにかく自分を高めていく、攻撃力を高めていくタイプの機体ですね。はい。で、スキル1。戦闘開始から実弾ダメージ 14% 上昇。いいですね。戦闘開始から 14% のバフをかけていく。速攻型ですね。はい。で、スキル2。味方が倒されるたびに20秒間実弾ダメージ 20% 上昇。面白い。ですね、面白いスキル。UR 機体にはなかったスキルでございます。ということで、怒るんですね、オルテガが。ね、よくもやってくれたな、っつって。ね。で、仮に、オルテガが最後まで生き残って、周りの機体が全部やられたとします。ね。5体やられて、オルテガだけなぜか生き残ってる。すると、最大 100% のバフが、かかるというね、驚異的なバフがかかりますね。まあ、そんなうまくはいきませんけど、当然ね。うん。オルテガがね、残るわけがない。はい。ということで、はい。周兵装、MS 用マシンガン、副兵装、ジャイアントヒートホーク。まあ、さすがジャイアントというだけあって、威力 A-。ね。SR だと結構高いんじゃないですか。で、片方は D となっております。レコード A の機体カテゴリー、一年戦争、量産機、ザクタイプ、高機動、攻撃。ああ、高機動なんだ。オルテが高機動なんですね。はい、というわけで、ね、こちら、バトルラッシュの配布機体、配布 SR 機体の黒い3連星専用高機動型ザク2オルテガ機の簡単なチェック、そして解説でございました。というかね、今ね、いきなり落ちたんですよ。アプリが。突然、黒い3連星専用高機動型とか、言ってたら、突然落ちちゃって、今撮り直してるんですけど、びっくりした。まるでガンダムウォーズみたいな。初めてですね、有志エンゲージでこんな突然アプリが落ちるなんて。これも、大型アップデートの影響なんですかね。そんなにたびたび起こってほしくないんですけども、今、ね、ちょうど起きたのでお話ししております。はい。まあ、こちら。まあね、配布機体、そして SR 機体ということなので、まあそこまで高望みはできない
期待だとは思うんですけども、まあ今回のバトルラッシュがね、緑特攻イベントということなので、この緑属性のね、オルテガ機も結構やってくれるんじゃないですかね。貴重な戦力になってくれそうです。はい、まあ重ねてもいけますしね。うん、なので、まあ僕もね、このオルテガ機ゲットしたら、ね、しっかり強化してバトルラッシュで使ってみたいと思います。はい、そんなにね、あの SR 機体まだ詳しくないので比較とかできなかったんですけど、まあね、こんな感じですよといった解説動画でございました。はい、ではね、またエンゲージ動画出していきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。あ、ちなみにオルテガは配布じゃないのか。オルテガはもう持ってる。あ、僕は持ってないか。オルテガ、あ、かけらがね2つ集まってます。はい、このオルテガレアなんだね。 R キャラクター。おー、なるほど。あー、なるほど。格闘センスが高い、射撃センスが低い、反応対戦同じ。まあレアキャラクターもね比較あんまりできないのでちょっとわかんないんですけど、スキル1、味方が倒されるたびに20秒間射撃センス 55% 上昇。あー、なるほど、さっきのオルテガ機のスキル2と似てる感じですね。よくもやってくれたなーでね。そして射撃センスが高まると、まあね、 55% バフなかなかですね。でスキル2、戦闘開始から格闘センス 38% 上昇。あ、なるほど、これはさっきのオルテガ機のスキル1と似てる感じですね。うん、戦闘開始からっていうのがいいですね。まあ、というわけで、まあ、さっきのオルテガ機と、まあ、相性が良さそうな、ね、似てる感じのものを持っております。はい、まあさすがオルテガというだけあってね、まあオルテガ機にぜひとも乗せていきましょう、持ってる方はわざわざ乗せる必要はないか。うん、まあでもね、専用機のセットを組みたいですよね。はい、僕は持ってないから無理ですけども。はい、ではね、おまけでオルテガ紹介解説してみました。では今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。